おはようございます。弁護士の北川でございます。本日の時事ニュースバスン。俳優の東出昌大さん、女優の杏さんご夫妻が別居しているんじゃないかという報道でございます。一部報道によると東出さんの女性問題が原因なんじゃないかということが流れていますね。お相手とされている女性も所属事務所を通じて、まあ、そういったことを認めるようなコメントをしているっぽいですね。さて、私、他人様の不倫離婚全く興味がないんですけども、法律の勉強になるということでしたら話は別でございます。本日は離婚を検討している奥様必見、そして離婚について考えなきゃいけなくなっているご主人必見でございます。さて、本日はですね、離婚を検討する前の段階から別居する必要性があるのか、そのメリットって何なのか、そして次に家庭内別居はどうなのかっていうのを今日は解説をさせていただきたいなと思います。ごちそうさ。さて、いきなり結論言っちゃいますけども、離婚を考えているのであれば一刻も早く別居した方がいいです。民法にはですね、離婚ができる場合というのが定められているんです。まあ、一つはですね、浮気をしてしまった場合、不倫してしまった場合がそうです。あと他にもいくつかあるんですけども、要は結婚をですね、これ以上続けることが難しいと、もう完全に夫婦関係がぶっ壊れちゃったよっていう場合の時に離婚ができるとされています。つまり夫婦関係が完全に破壊されてる時だけしか離婚ができないということになってるんですね。つまり性格の不一致、結婚してたら思ってた感じと違ったなだけでは離婚が基本的にはできないんです。ただですね、そういった形でも私の方にですね、離婚の相談が来ます。夫は別に浮気もしてないですし、暴力も振るわれていません、ただ性格がちょっと合わないので離婚をしたいんですっていう風に相談来る場合が多いんですね。そういった場合に私がアドバイスするのは、性格の不一致だけじゃ離婚しづらいので、もうとっととですね、旦那さんと別居してくださいという風に言います。離婚をするためには最終的には離婚訴訟をしなきゃいけないわけですよね。そうすると赤の他人である裁判官が、この夫婦の2人の夫婦生活、夫婦関係が完全に壊れてるかどうかっていうのをジャッジしなきゃいけないんです。そうするとやっぱりどうしても赤の他人なので、客観的に夫婦関係が壊れてるなっていう状況を確認したいわけですよね。単純に性格の不一致、仲が悪いだけだと裁判所ってジャッジしづらいんですよね。これ夫婦喧嘩の延長だから、もう少し頑張っていって修復できるんじゃないのっていう考え方もできちゃうわけです。でですね、夫婦というのは同居義務というのがあるんですね。それにもかかわらず別居しているという客観的な事情があれば、裁判官は、あ、これはもう夫婦としてもこれは完全にダメだよねっていうふうに言いやすいんですね。つまり別居期間が長ければ長いほど裁判官が離婚を認めやすくなるんですね。じゃあ具体的に何年間別居してればいいのというふうに思うかもしれませんが、私はアドバイスとして3年は別居してくださいというふうに言っています。これね、弁護士先生によって5年間は必要だよ、いや2年間で足りるよみたいないろんな見解があるんですけれども、私は3年間は必要ですよというふうにアドバイスをさせていただいてます。ですので離婚を考えている奥様としては、旦那は別に浮気もしていない、ドメスティックバイオレンスも受けていないような状況で、でも離婚したいという場合は、とりあえずお子さんを連れて実家でも何でも結構です、別居した方が私はいいと思います。さて次、別居のメリット2つ目、生活費を渡してもらうように請求することができるということですね。夫婦というのはお互いに助け合う義務、そして養う義務というのが発生しています。そして基本的には収入の多い方が収入の少ない方に対して生活費を渡してくださいよというルールになってるんですね。この生活費、難しい言葉で婚姻費用というんですけども、この婚姻費用を別居することによってちゃんと適式に請求するということができます。じゃあ具体的にいくらもらえるかっていうと、それはもちろんですね、旦那さんの収入、自分の収入、そしてお子さんが何人いるかによって変わってきますので、私別の動画で解説してます。それちょっと探していただいてご覧になっていただければなと思います。さあ、そして別居のメリット3つ目、財産分与の基準時が変わる可能性があるということですね。別の動画で解説してるんですが、夫婦が離婚した時に夫婦それぞれの財産を2分の1半分後にしましょうねという手続きがあります。これが財産分与というものですね。つまり夫婦が赤の他人になってお互いに助け合う義務がなくなった時点、つまり離婚の時点でお互いの財産をそれぞれ半分こずつにしましょうというふうになっています。ただですよ、離婚時点より前に別居していて、その段階からもう夫婦の協力がお互いにできていないのであれば、財産分与の基準時がこの地点になる可能性があるんですね。でですね、場合によっては離婚が成立したタイミングよりも別居に至ったタイミングの方が財産分与として金額が多くもらえる可能性があるんですよね。以上、離婚を考えている夫婦の方、別居のメリット3つお話をさせていただきました。これですね、私の YouTube ご夫婦でご覧になっている方々もいらっしゃいますので、まあうちらはそんなことないよねというふうにね、楽しく見ていただければなと思います。ちなみに家庭内別居も一応先ほど申し上げていた別居に
該当する可能性があります。ただですね、完全別居よりも家庭内別居の方が先ほど申し上げた別居として認められにくいです。それはそうですよね。完全な家庭内別居と言えるためにはもう旦那のために一切ご飯も作らない、洗濯物もしない、会話も一切しない、寝床も全然違うみたいな形じゃないとやっぱり難しいのかなと思います。なので、離婚を真剣に考えている方はお金がかかるかもしれないけど別のアパートを借りて別で住むとか、ご両親に対して罰が悪いかもしれませんけども実家に戻ってサポートを受けるというのがいいんじゃないかなと思います。本日以上でございます。勉強になったって方いましたらいいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。おめでとうございます。いってらっしゃい。